ビサビの心でお湯がこぼれてるぜ。茶道も華道も金輪際ごめんだぜ。シミになってる。このシミ、こんなところに隠し通路が。どこまで通じてんだ。こうなったら入ってみるしかねえか。ここは氷でできた迷路なのか。もう後戻りはできねえな。とにかく外に通じている出口を探さねえと。俺の後ろを取るとは。てめえ、な、何者。なんだと？
様がさらわれた。一緒に探すで。どうして俺があんな奴を探さなきゃ。なだれだ。スキーで逃げるね。アカネさん、怪我は？大丈夫よ。涼牙くん、ここは？建物だわ。床の上に何か落ちてるわ。え？ただの紐だろ。この紐、どこかで見たような。竜のひげ、間違いないわ。これはランマの鎖を縛っていた竜のひげよ。ランマはここにいるのか。ここは三白帝の屋敷。ついに見つけたのね。ランマの身に何か。アカネさんがランマのことを心配している。くそ、ランマの野郎。いいえ、ランマがそう簡単に花嫁になるはずはないわ。アカネさん、俺もランマを探すの手伝うぜ。涼牙くん。手伝ってくれるの？涼牙くん。いや、その。
ありがとう、ヨガくん。ヨガくんってやっぱり友達思いなのね。そんなことは。